はい、どうもこんにちは、渡辺です。今日はですね、ちょっとこれからですね、買い物に行ってこようと思ってます。本当にね、ちょっとリアル店舗の方に買い物に行くっていうの結構久しぶりなんですけども、ちょっと街中とかに行ってですね、ずっと欲しかったものとか、ちょっと最近欲しいなと思っていたものが結構いろいろあるので、お買い物デーということで、これからちょっとね、お出かけに行ってきたいと思います。で、まず最初にちょっと行こうと思ってるのが、自転車屋さんにね、今日は行きます。まあ、少し前に、鍋ラボの方でね、まあ、8月の15日にですね、誕生日がありまして、で、誕生日に自転車がね、欲しいっていう話をしていたんですよ。で、欲しい自転車が、普通の自転車ではなくて、e バイクっていうね、まあ、電動アシストの自転車っていうね、ものを今回欲しいなと思っていました。で、欲しい理由に関しては、まあ、結構撮影とかに、まあ、近くの、まあ、いろんな公園とかに行ったりとかするときに、結構ね、坂道が多かったりするので、徒歩で行ったりとか、まあ、普通の自転車で行くと結構きつかったりするんですよ。で、車で行ってもいいけど、車じゃちょっと入り込むのが大変なところだったりとか、まあ、そういう小回りが効くっていうところもあって、何かとこの自転車で坂道をスイスイ行けると、撮影の幅がすごい広がるかなとか、あとはまあ結構遠出したりとかして、まあ、遠くにちょっと撮影に行ったりとかっていうこともまあしやすくなるかなと思いまして、電動アシスト自転車、まあ、e バイクっていうものを今回ね、実際にもう見たんですけども、購入しに行こうと思ってます。はい。っていうのがまず一つと、あと次はメガネですね。はい。二つ目メガネなんですけども。まあ今このメガネかけてるんですけど、ちょっと違ったメガネも購入してみようかなと思って、メガネをちょっと見に行くっていうのが二つ。で、あとはノートパソコン用のメモリをですね、ちょっと買いに行こうかなと思ってます。はい。ゲーミングノート PC のメモリ増設でちょっと使えるメモリをね、ちょっと買いに行こうかなと思ってます。っていうあたりで、ちょっと買い物にね、これから妻と一緒に行っていきたいと思います。行ってきます。はい、ということで、ですね、もうすでに、e バイク、買いました。はい、ということで、お店に行ったところとか、実はね、撮っていたんですけども、ちょっとデータをね、間違って消してしまったので、ちょっとお店の中の映像ね、今日撮った映像がなかったんですけども、こんな感じで、まあ、以前撮った映像なんですけども、サイクルベース朝日さんっていうね、自転車屋さんがあるんですけども、結構大きいところがね、あってですね、そこで、e バイクをね、注文してきました。数日前にですね、一回見に行って試乗もしたんですよ。試乗もできて、で、本当にね、感動したんですよね。e スポーツバイクっていうものがあるんですけども、まあ、要は電動でアシストして、普通に自転車を漕ぐ力と、まあ、電動のアシストによって、ありえないぐらいね、スイスイ、ね、進むんですよ。で、普通の街乗りとかでももちろん使えるんですけども、一番ね、私が使いたいなと思ってるのは、やっぱり坂道なんですよね。結構、住んでるところの近くに坂が多くて、坂道の上に結構いい景色があったりするので、そういうところに、もうスイスイ、ね、気軽に行ける自転車があると、まあ、何かとね、まあ、アクティブに動けるし、撮影の幅とかも結構広がるかなと思っているっていうのが、まあ、一番の購入理由でもあります。で、まあ、e スポーツバイクね、e バイクってものを購入すると、まあ、アクションカメラを使った結構ね、面白い映像とかね、アクション多めの綺麗な映像が撮れたりとか、YouTube をやる上で この全体的なこの動画の幅とかを、まあ、広げることもできるんじゃないかなと思って、まあ、いろんなメリットがあるかなと思っていたので、今回ね、e スポーツバイクを購入しました。はい。まあ、こちらですね、まだ納車はまだまだ少し先になりますので、まあ、届いたらね、実際にちょっと実機というかね、実車をですね、お見せして動画で紹介しようかなと思ってます。はい。ぜひお楽しみにしていただければと思います。で、今ですね、もう自転車は購入した後なので、これからですね、メガネを作りに行くのと、メモリをですね、買いに行こうっていうところの最中ですね。そんな感じでちょっとこれから街中の方に行ってこようと思います。ヨドバシカメラ来ました。今日これからですね、メガネを見に行ったりとか、あとパソコンのちょっと増設をね、しに行こうかなと思ってます。MSI のノート PC をさらに強力にしようかなと思ってます。今日はモンスター配ってないかな。いないね。つくもはここだね。うん。ここからだ。
よいしょ。着くまでちょっと聞いてきます。こんにちは、ブリコでございます。大皇帝雪村初代。焼き豚盛りはうまそうだね。初代盛り、初代にしていい、うん、ここしてみる。いいよ、初代にします。ここ初めてじゃん。ここ初めてだね、初代。ここからしか入れない、向こうからは入れない。向こうは入れない。ああ、じゃあこの奥まで来ないもん、普段。いつもすぐ入って、入ってすぐのとこばっかり追用する。奥まで来ないよね、うん。今日はここが、あ、小樽の店なの、小樽の初代って。2、3週間かかる。うん。開けてします。2、3週間。届いたらまず通って、うん、開封開封とかないか、もうどういう風に届くんだろう、うん、あ、てかまあ店で届きましたら取りに行くから、うん、箱から開封とかないか、うん、店でもうバーンと、もうそのまま乗って帰れるみたいな状態だね。どうします、車に乗せて帰るか、そのまま乗って帰りますかって聞かれて、うん、乗って帰るわ、うん、早速、旭山まで行く。そうだ、うん、どれだけ、はい、お待ち合わせ様です。はい、こちら調理です。焼き豚盛りでございます。はい、はい、こちら塩でございます。それでは茶碗もお持ちいたします、はい、焼き豚盛り。茶碗もかわいいね、これ十分かわいいね、小さくてかわいい、茶碗も。腹いっぱいラーメンうまいわ、やっぱり、ね、うん、久々に食べた。あ、ここだ。あ、ここ、うん、あ、これジーンズだね。あ、ほんとだ、ほんとだ、はい、メガネ屋さん来ました。ジーンズ、あ、サングラスだね、この辺、うん、かわいい、うん、ジーンズ。無事に新しいメガネを、ね、買いましたので、2、3週間後にですね、おそらく届きますので、その辺からね、メガネが変わるかなと思います。ちょっと見ないあたり曇ったね一通り買い物が終わったんで帰ります。駐車場がね、ヨドバシカメラだったので、帰りにちょっとね、カメラ EOS R5 をですね、見てみました。動画もいっぱいいろんなモード入ってんじゃん。おほら、あ、なるほどね、うん、動画でもモードがいろいろあるんだ、うん、普通のやつと、うん、これ自分、ね、うん、自分で設定したのと、めっちゃいいじゃん。今普通に動画しかないから。あ、そうなんだ。いや、もしかしたらやったらあるかもしれないけど、うん、私はですね、どっちかというとソニーが好きなんですけども、妻はですね、キヤノン好きなんですよね。めちゃめちゃキヤノンが好きなんで、今妻はですね、メインのカメラとしてキヤノンの EOS 5D Mark IV をですね、使ってます。はい、そこでまあ結構ですね、この EOS R5 とか、まあミラーレスのね、キヤノンのカメラにも興味を持ってるのが妻なんですよね、実は。はい、やっぱりバリアングルになってるのはすごくね、このいろいろと撮影がしやすくなるのでいいですよね。ちょうどいい感じ。
よし、はい、ということで帰ってきました。結構今日はですね、午前中から出発してもうね午後の4時ぐらいになったので、結構長いこと外にいたのでもう結構疲れてしまったんですけども、5時間ぐらいはね動きっぱなしでちょっと、まあ、買い物とかしてですね、まあ、いろいろ買ったりとか注文したりとかして来ました。はい。まず1個目が、少し前にね、サブチャンネルの鍋ラボの方で見に行ってすごい感動したっていうね、e バイクをついに注文してですね、2、3週間で、まあ、届くということで、すっごく楽しみにしてます。これ世界広がるんじゃないかなと思っていて、まあ、いろんなところにちょっとね、撮影に行ったりとかっていうのもすごいしやすいと思いますし、e バイクで移動すること自体がすごい楽しそうなので、遊んだりとかもするんですけど、まあ、動画撮影とかの幅も広がるかなと思ってます。はい。e バイク買ってきたのと、であとね、メガネをね、今回2個買ってきました。買ってきたっていうか、まあ、注文したんですけど、今日はですね、ジーンズっていうね、メガネ屋さんに、実は初めて行ったんですよ。結構有名だと思うんですけど、もうすごいね、びっくりするぐらい安いんですよ。メガネが安いっていうか、フレームとレンズがもうセットで、まあ、5000円とか、まあ、1万円ちょっととかっていう価格なんですよ。で私の場合結構乱視が強くて、まあ、どこのメガネ屋さんで、まあ、作ろうと思ってもレンズをちょっと薄くするのに追加料金がかかりますよっていう形で、まあ、結局結構メガネ作ると高くなるっていうことが多かったんですけど、まあ、今回ジーンズの、メガネ屋さんだと、まあ、本当に薄くしても、まあ、レンズとフレーム込みで、本当1万円とか、まあ、5000円とかで作れたので、まあ、2個作って、まあ、1万7000円ぐらいっていう価格で買えまして、すごいお得だなと思いました。ジーンズすごいですね。でジーンズはアプリがあって、でアプリで会員登録みたいのをして、まあ、サインインして、でそれで購入するとなんか履歴が残るみたいで、で度数とかのデータとかも残るから、アプリで、まあ、購入して、ネットで度付きのメガネも買ったりとかっていうのもできるみたいですし、でメガネってうちの場合結局薄くすると当日は入手できないので1週間後とか10日後に今出来上がるっていう、ね、形になるんですけど、いつも他のメガネ屋さんだと、まあ、大体この日に出来上がるから取りに来てねっていう感じになるんですけど、配送もねお願いできるみたいで、まあ、ジーンズね、まあ、出来上がった後、まあ、そのまま発送してくれるから取りに行かなくてもいいっていう、ね、めちゃめちゃいいやんっていうことで、ジーンズすごいなって思いました。まあ結構使ってる人も多いのかなと思うんですけど、メガネをですね、今までいろんなところで作ってきましたけど、ジーンズを使うのは初めてだったので、すごいね、便利でびっくりしました。はい。ちょっと新しいメガネ2つ頼んだので、ちょっと今後、届いたらですね、メガネの方も変えていこうかなと思ってます。はい。で、あと、今日はですね、こちらの MSI のゲーミングノート PC 用に、メモリーをちょっと買ってきたんですよね。うん。ノート PC 用のメモリーということで、こちらを購入しました。はい。16GB 2枚ですね。今このノート PC はゲーミングのノート PC なんですけど、8GB 2枚で 16GB なんですよ。なのでそこを 16GB 2枚の 32GB にちょっとアップグレードしてみようかなと思って、まあ、こちらのねメモリをつくも電機の方で買ってきました。はい。まあ、やっぱり型番とか見てもらって、まあ、これがいいですよっての教えてもらって購入したので、まあ、失敗がないかなっていうのがすごく良かったですし、もし使ってみてダメだったら交換とかもできるという話だったので、いいかなと思ってこちらをね購入してきました。はい。ちょっとこの後でセッティングしてみようかなと思ってます。っていう感じで今日はね一体いくら使ったんだってぐらい散財というか街にねお金を落としてきた日って感じだったんですけども、いろいろねちょっと今後楽しみなものとか購入しましたので、動画でもねまた紹介していこうと思います。この動画良かったら高評価ボタン、それからチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。